Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion. ボンジュアトゥースということでですね、今回ですね、11回目ですね、大きく11回目です、ローズマリーをやっていくんですけども、そうですね、前回のですねタイムがなんか知んないですけども、まあ、皆さんに比べたら全然再生数は少ないんですけども、まあ、1日であんだけボンっていったのはですね、初めてですね、ちょっとどうしたタイムっていう感じでちょっと驚いてますけども、まあ、タイムに続いてですね、まあ特に西洋料理では非常に使われる重要なですねローズマリーっていうのを今回やっていこうと思います。でローズマリーはですねちょっと長いので、前半と後半に分けてですね2回に分けてやっていきたいと思います。なので来週はローズマリー後半になると思います。はい。で、まあいつも通りなんですけども、お酢だけじゃないですか。なのでお酢だけなので、まあいいねしていただけると嬉しいと思います。はい、よろしくお願いします。で、まあいつも通りですね、結論のポイントからいきたいと思うんですけども、まあ、一つ目ですね、観賞用だったりとか観賞料理、そしてですね薬用と、まあ、すごくね、万能なハーブの一つとしてですねローズマリー、紹介していきたいと思います。で、二つ目としてはですね、さまざまな効果効能、これの期待値が非常に高い、本当に幅広くですね、効果効能を期待できて、でその期待値も非常に高いというところですね。なので薬草やハーブというよりも、もう、あ、すみません、香草やハーブというよりも、もう薬草なんじゃないかなというような位置ですね。先に今ネタバレしちゃいましたけど、薬草なんじゃないかなというところですね。で次にですね、意味や信仰、こういったものがですね非常に強いハーブとされてます。はい。なので、今回ですね最後の方にですね歴史とか伝説みたいな話をするんですけども、そうですね、あの伝説はいっぱいあるんですけども、今回紹介しきれないものもあるんですけども、歴史っていうような部分で言うと、結構記録とか残ってないんですよ。歴史は少ないんです。でも伝説はその分いっぱいあるとこういうところで、面白いハーブですね、そういった面でも。はい。というところでですね、ローズマリーですね、名前と学名からいつも通りいきたいと思います。名前ですね、ローズマリーですね、学名がですね、ロスマリヌスオフィキナリスという名前です。はい。で分類なんですけども、シソ科の万年老属とこういう部分ですね。で、和名なんですけども、万年老って言ったりとかですね、名帝公と言ったりするんですけども、で今テロップドーンと漢字が2つ書いてあると思うんですけども、万年老は万年老、名帝公は名帝公って書いてあると思うんですけども、漢字の名帝公の方を書いたとしても、まあ、中国から中国方面からの入ってきた、流れで言いますと、この明帝公という漢字を書いたとしても、万年老と読んだりするということもあるらしいですね。はい。なので、まあ、この読み方2つ漢字2つっていうのは非常にリンクしているという部分ですね。はい。でそんなそのローズマリーの意味や由来の話をですね、ちょっと説が何個あるので、紹介していきたいと思うんですけども、このロスマリヌスっていうのは、まあ、まずですね、まあ、ラテン語、もちろんラテン語なんですけども、海の雫という意味があるとされてますね。でヨーロッパではですね、その、なんていうんですかね、まあ、その教会と死者と聖者っていうものを、悪魔とか悪い邪気から守るものとされていて、でさらにですね神秘的なその力を持つとされているので、まあその記憶とか友情とか、そういった意味もこの中では含まれているというところですね。まあ友情とか記憶とかそういったものを、まあ、要はその悪いものから守ってくれるような意味も神秘的な意味もあるということですね。まあ、その記憶友情とかそういったものが、そういったもの自体が神秘的なものと認知されているという部分もあります。だからいろんな角度から の、その理解その解釈というのができるんですけども、まあ、そういった意味があると一つ目ですね。で二つ目ですね、夏に咲くその、まあ、小さな水色っぽい花っていうかですね、今やいろんな花があると思うんですけどもは
その花がですね、雫のように見えるから、その海の雫というような意味をするという部分ですね。なんで海かっていうのかは、次に紹介するですね、原産地のところにつながってきますと。で、三つ目としては、そのローズマリーは、ローズとマリーに分けられますということですね。で、どういうことかっていうと、ローズマリーってですね、非常にですね、キリスト教、そしてマリア様、のですね、つながりが深い、ハーブ、香草の一つですね。で、後ほど伝説とかでも、歴史で話すんですけども、そこからですね、ローズとマリーに分けられるという解釈をして、マリア様のバラと、こういうような意味もあるという部分がローズマリーには含まれているとされてますね。はい。まあ、ここら辺が名前と学名の意味や由来とかいう部分でした。はい。はい。で、次ですね。特徴なんですけども、香りとか原産地とか旬とかそういったものをですね、話していこうと思うんですけども、香りはまずですね、なんていうんですかね、目を覚ますようなですね、非常にこう、すっきりとしたですね、その森とかを感じるんですけども、もうちょっと言うと結構非常にワイルドな、爽やかさを持ったワイルドな香りがするという部分ですね。なので、非常にリラックス効果は、今言っちゃいますけど、高いようなものなのかなと思います。結構ですね、酵素の中でもマイナスイオンを感じやすいんじゃないかなと、感覚的にですけどね、思います。で、原産地は地中海沿岸とされてます。この地中海沿岸なので、海の雫と言われたりするという部分ですね。で、旬なんですけども、5月から9月と、こういうふうに一応設定されてます。というのも、花が咲くのは5月から10月の間なんですね。なので、タイムと一緒で花が咲く時期が一番香りが開くという部分で旬という部分ですね。で、保存方法なんですけども、水の中にですね、茎切って刺して、2、3日持つよという部分と、もちろん、乾燥させてもそのまま乾燥させてもいいですし、葉っぱをですね、その逆向きに、逆向きにこう指で、なんですかね、しごいてあげると葉っぱがボロボロって取れるんで、その葉っぱだけをですね、乾燥をさせて、さらにこう例えば細かくミキサーとかに回して、保存するという方法もあります。はい。で、そうですね、その非常に繁殖力っていうものが高いハーブですので、その家庭菜園とか観賞用で育てるというのも一応ありですよというのをこう副次的に入れておこうかなと思います。で、種類なんですけども、タイムと一緒でですね、起立型、直立型とも言いますけども、と匍匐型の2種類があるとされてます。で、やっぱり結構起立型直立型っていうのを非常に多く使うのかなというところですね。で、次にですね、選び方、良品のいいものの選び方なんですけども、もちろん色、葉っぱの色が濃くてですね、鮮やかなものがいいと。で、さらに葉っぱの部分が肉厚のものがよりいいですよというふうに、されてますので、されてますというかいいので、そういったものを選んでください。はい。で、次に期待できる効果効能なんですけども、多いので、セルフ切り抜きでは、期待できる効果効能前半後半に分けたいと思うんですけれども、1からまず6まで喋っていこうかなと思います。1つ目ですね、バーっといくんですけども、消化促進だったりとか殺菌とか、さらにはですね、競争効果、そんな効果もあるという部分ですね。で、二つ目としては炎症抑制ですね。だったり血行促進、消毒ですね、消臭効果、があったりとか、殺菌効果があるというふうに、されてますというか、そういった期待ができるという部分ですね。で、次にですね、古代から薬用で、非常に利用されていました。で、古代のその立ち位置としては、記憶力を高める効果があるとして、いろいろ使われていたという部分があります。はい。その他にも古代ではですね、いろんな効果が期待されながら、使われていたんですけど、それは歴史の部分で話したいと思います。で、次にですね、デザイナーズフーズ計画、時々出てきますね。野菜の紹介でも以前出てきたと思うんですけども、デザイナーズフーズ計画っていうのは一応あったんですね。そのなんか、部類があって、それぞれにこう、なんか病気とかいろんなね、
くくりがあって区画があって、そこにですね当てはまるこうハーブとか野菜とかいろんなものがあるんですけども、その中でですねローズマリーっていうのはがん予防効果があるですね、まあ非常に珍しいというか期待が高い食材として、そういった食材の位置を確立していたという部分がありますね。はい。で、次にですね、乾燥ローズマリーをですね 95% のですねエタノール、これにつけて抽出したものっていうのがあります。これはですね精油に関しては除外します。乾燥ローズマリーを 95% のエタノールにつけて抽出したもの、これはですね高い抗ウイルス活性だったりとか抗酸化活性だったりとか、消毒効果の応用に使われたりするという部分ですね。はい。それが消毒薬になったりとか、それをもとにいろんな、こういったですね抗酸化作用があるものだったりとか、消毒作用があるものにこう転換されるという部分ですね。はい。で6個目ですね、刺激作用とですねリラックス効果というですね相反するですねアンビバレントな効果が、両方有するものというところで、これも非常に軽有な効果を両方持っているという部分で、幅広い守備範囲のハーブなのかなということが言えるのかなというところですね。はい。で次ですね、後半、次ですね、後半はですね外用薬として使う場合はですねリウマチとか関節炎にですね効くとされていまして、逆に内服薬として処方されたりとか、提示されたりする場合は消化不良に効くとされています。はい。万能ですね。で8つ目としてはですね、その他の、数種のハーブ、いろいろなこういったですね薬草やハーブと言われるものとローズマリーを合わせることによっていろんな効果が期待できる。で、男性に嬉しい効果があるという部分で、ファイブアルファリアクターゼのですね阻害作用があると。これ何かっていうと AGA ですねの予防をですね、男性型のこの何ですかね薄毛とか脱毛っていうものに効くと理解してください。このリアクターゼ阻害作用っていうのだったりとか血行促進作用ですね、炎症抑制作用っていうものを利用して、だから脱毛を防いで育毛効果の起因に用いるという部分がローズマリーと数種のハーブを合わせることによって生まれるものがあるという部分ですね。はい。なのでですね、男性の方々ローズマリー、その他のハーブですね、これから紹介していくハーブも合わせてですね、チェックしてください。で、9個目ですね、9つ目としては主要成分のですね、主成分のカンノシン酸というものがあります。これはですね神経細胞の維持にですね、重要な役割のですね神経成長因子っていうものがあって、それの神経成長因子の生成ですねを高める効果もあると。つまりこれ何が言いたいかっていうと、軽度の軽いですけども軽めのアルツハイマー型認知症を予防というかちょっと改善というかというような効果が期待できるという部分があります。で10個目ですね、ロスマリン酸、ローズマリー酸とも言いますね。これもタイムの時に出てきたと思うんですけども、このロスマリン酸っていうものには、花粉症の症状を和らげてくれる、そんな効果が期待できると近年ですね言われてます。はい。で11個目ですね、カルノシン酸、ですね、カルノソールにはですね、生体、防御機能機構ですかね、生体防御機構の活性っていうものがありまして、それをこう促進してくれる期待があると。つまりこれは何かっていうと解毒作用ですね、っていうものの期待が高く持ってられるという部分ですね。はい。で最後にですね、セージ、ハーブのセージですね、フランス語でソージュですけども、そのセージとともにですね、ローズマリーっていうのは、他のスパイスとかハーブに比べてですね極めてですね抗酸化作用が、強いと、抗酸化作用をたくさん、有しているとこういう立ち位置があります。なのでですね、これはもう先ほど男性って言いましたけども、女性にもですね非常に嬉しい効果があるという部分ですね。はい。
で最後ですね、歴史と伝説という部分なんですけれども、一つ目ですね、古代ギリシャ、この時代からいろいろね、使われていたと、その人々の周りにあったというふうに言われています。はい。で、さらにですね、古代エジプト、この古代エジプトの、まあ、記録的なものっていうのはあんまり残ってないんですけど、ただ壁画にですね、ローズマリーらしきもの、まあローズマリーなんでしょうけども、を持った人々が、絵に描かれて彫られていたりするという部分で、もう確実に古代エジプト、ギリシアにはですね、そういったものが、人々の身近なところにローズマリーがあったというような、まあ、文字ではないですけども記録に残っているという部分があります。で、二つ目ですね、まあ、次、古代ローマですね。古代ローマの植物学者のディオスコリデスさん。よく出てきますね、ディオスコリデスさん。はい。待ってましたと。こういう部分なんですけども、この方はですね、が言うには、ローズマリーをですね、まあ、煮出す。まず煮出す。煮出したその、まあ、水というかですね、そういったものをですね、まあ、飲むと。まあ、今で言ったハーブティーみたいなもんですけども、それを飲むと。で、飲んで、運動して、で、ローマですので、まあ、入浴しますと、お風呂入ると。で、お風呂入った後に、風呂上がりの一杯のワイン。このルーティーンをすると、非常に疲労回復効果があるということですね。なので、ですね。まあ、これが今、まあ、正式な、その、ルーティーンの流れをただ喋っただけなんですけども、まあ、まあ、何が言いたいかというと、ディオスコリデスさんは運動する前にとりあえずローズマリーに出した水を飲めと。で、運動したならば、入浴して、お風呂の中で、まあ、リラックスして疲労回復に血行を良くして、しろと。で、その後に、まだ残ってるような疲れっていうのは、もうワインで消しちゃえと。多分そういうことだと思います。はい。こう言ったら多分、ディオスコリデスさん怒ると思うんですけども、疲れ、疲労回復には、このですね、ローズマリーのハーブティーみたいなものを飲んで、運動して、お風呂に入って、ワインを飲むと。っていうルーティンが、日々の疲労回復効果があると。こういうことを、ディオスコリデスさんが残していますという部分ですね。で、次にですね、さらに古代ローマのですね、博物学者さんっていうものがいました。博物学者さんその中に有名なんですね、プリニウスさんという方がいました。で、プリニウスさんという方はですね、この人も記録に残しているんですけれども、こういう人は、ね、樹液に注目したんですね。ローズマリーの樹液、これはですね、まあそのなんて言ったらいいの、浄化作用がある、浄化作用が必要な病気とか、まあ、例えばこう悪夢を見たとか、お前は悪魔に取り憑かれているとかって変な人に言われたりした、そういった時にですね、樹液をこう舐めたり飲んだりすると浄化されるよと、こういうことを残しているんですね。さらには、まあ、その樹液には、視力の回復効果があるとこういうふうに言っています。はい。まあ、何かついてるよって言った人の目が悪いと思うんで、そういう人に、先に樹液をあげた方が僕はいいと思うんですけども、まあ、プリニウスさんはですね、そういった浄化作用が樹液にあるとをされて記憶に、記録に残しています。はい。これも歴史というよりかは伝説に近いんですけどね。で、次にですね、キリスト教以前のですね、ヨーロッパの話なんですけども、まあ、式典、結婚式とか、お葬式とか、冠婚葬祭ですね。で、そういった時にですね、ローズマリー非常にですね、こう、利用していて、そばに置いたりして、さらにはこう、かぐわしい香りをこう、立ててですね、祝ったり、葬儀をしたりしていたという部分ですね。で、その中にはですね、こう、変わらぬ愛とか、定説とか、そういった象徴にもなるのが、ローズマリーと。こういう部分で利用していた、ということですね。で、次ですね、そのローズマリーの生育に関してなんですけども、これはですね、キリストの生涯を非常に象徴しているとされていまして、まあ、多くの伝説で、聖母マリアと結びつけられているという部分ですね。はい。で、それが次につながってくるんですけど、キリスト教とローズマリーの花って、いうふうにこうパッとあるんですけども、ちょっと前説一つ話すと、まあ、キリスト教、まあ、聖母マリアさんの前にこう、女神アフロディテさんっていう
方がいました。アフロディテさんはですね、まあ、いろんな植物とかいろんなものを、まあ、非常にこう象徴として持っていて、まあ、そのほとんど植物のほとんどが、まあ、聖母マリアさんに受け継がれるわけですね。その中にローズマリーもあったという、ことがあって、で、まあ、まだ幼子のイエスさんですね、を抱えて、まあ、その、まあ、悪い王様からこう追っ手が送られるわけですよね。その追っ手に対して、まあ、こうエジプトの方面とか逃げていくんですけども、その時に、まあ、あのローズマリーの茂みに、まず赤ちゃんの幼子のイエスを隠すわけですよね。で、隠した時に、まあ、あのちょっと湿っていたんでしょう、まあ、衣が濡れますと。で、まあ、あの、まあ、大丈夫だなとやり過ごした後に、その幼子イエスを巻いていた衣ですね、布、それをですね、じゃあちょっと濡れちゃったから乾かそうということで、まあ、その白い花が咲いていたローズマリー畑というか茂みにですね、こうバッて、その布をかぶせて乾かそうとしたんですね。そしたらですね、たちまちですね、ローズマリーの白い花たちがですね、その青色に変わったというような伝説がある。で、まあ、青色っていうのはどこにやっぱり象徴されるかっていうと、聖母マリアの、衣っていうのは、青色ですよね。で、教会とかいろんなですね、有名な教会とか行くと青色のステンドガラスがあったりします。で、そこっていうのはほぼほぼ確実にマリア様が描かれている部分で、マリア様イコール青っていうのは、非常に、リンクされている部分であって、さらにですね、その時代ですね、的にはまあ、今の僕たちでいうゴールドとかプラチナとか、そういったあの位置づけでですね、色でいうと青って非常に位が高くて貴重なものだったんですね。だからあのマリア様のところによく使われていたりすると。で、逆にですね、いろんな教会行って青がいっぱいあるようなステンドグラスとか青が貴重の教会とか、もし見つけたらですね、そこは非常にですね、当時高貴な場所で、かなり、まあ、言ったらお金がかけられて、かなりの腕の人たちが、まあ、従事したあの特別な教会と高貴な教会として、理解していただいて、いいと思います。はい、全然僕もあの何たか教とか、宗教とか全然あの入ったりしてないんですけども、まあ、あの趣味でいろんなですね、ところ行ったりとか、美術館とかあの博物館行ったりとか、もちろんその、まあ、芸術アートの一つとしてですね、あの教会とかいろんな教会とか行ったりして、体感してですね、まあ、こういった情報があるんですけども、はい。で、次にですね、キリスト教はちょっと置いといてですね、ハンガリーウォーターの伝説っていう、今度は題で話していきたいと思うんですけども、ハンガリーウォーター、これ美容に詳しい方は聞いたことあるかなと思うんですけれども、まあ、ハンガリーウォーターっていうものがあります、まず。はい。で、この伝説はですね、ハンガリー王妃、14世紀ぐらいのですね、ハンガリー王妃のエリザベトさんっていう方がいたんですね。当時70歳とか72歳とか。言われてますけど、まあ、その人が、まあ、博識の隠者にですね、まあ、ちょっと、若返りの化粧水の作り方を教えてくんねって言ったわけですね。で、隠者は「おいっすよ」っつって教えるわけですよ。で、それまあエリザベートさん持って帰って、まあ、作ったりするわけですよね。で、その隠者が教えてくれたりするとハンガリーウォーターっていう水をですね、まあ、化粧水として使ったらですね、たちまちですね、健康と美貌が戻ってきたというですね、伝説があって、その当時70歳72歳だったあのエリザベートさんはですね、まあ、身も心もですね、20代ぐらいまで若返ったと、されてます。で、そして、それだけではなくて隣国のですね、国王さんからですね、なんと求婚されて、結婚して、その後幸せになったというような伝説があると。はい。まあ、ハンガリーウォーター、ここでですね、知ってる方って思ったと思うんですけども、ハンガリーウォーター実はですね、超アルコール度数の高いですね、蒸留酒なんですね。なので、まあ、お酒なんですよ。ローズマリーをつけた、つけて蒸留したあのお酒なんです。蒸留酒なんですけども、それをですね、まあ肌に化粧水として使って耐え抜くその肌の強さ、それ自体がもうすでに美貌だったんじゃないかなと、もう健康的だったんじゃないかなというふうな、
ふうに僕は思ってますけれども、ちょっとうがった見方してますけども、まあ今普通に考えてですよ、ハンガリーウォーターしてる方、えって思いますよね。だってアルコール度数の高いお酒ですよ。それを、ね、化粧水としてバンバン使うって、いう意味なんで、まあ驚いた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そんな伝説もあります。はい。で次ですね、民間の伝承とですね、まあ魔除けと魔法っていうものがあって、まあその昔のですね、まあ西欧の方ではですね、まあローズマリーに関してですね、そののローズマリーを使った魔法だったりとかっていうものが、魔法とか魔除けっていうものがですね、非常に記録に残っているんですね、多く。なので、その民間伝承としてですね、例えば視力回復だったりとか、何ですかね、健康とか、そういった意味で、まあ、魔除けの、まあ、儀式とかにも使われていたしっていうところで、ローズマリー非常にですね、深く関わってますよという部分ですね。はい。で、まあ、家庭ではという部分なんですけども、家庭ではですね、クッキーとかケーキとかに、ローズマリーを練り込んでというかですね、砕いて入れたりとして焼き上げていたと。で、そうすることによって、もちろん健康、そして若返りっていうものを願って、そういった効果があるとして食べていたと。こういう分ですね。ただ、未だにいろんなクッキーとかで、ハーブクッキーとかあると思うんですよね。で、その中にローズマリーとか、よくあると思うんですよ。で、それっていうのは、もともと、こういった若返りの逸話とか、健康とか、まあ、視力回復、記憶力回復とか、そういったものがですね、昔からの流れ、逸話とか伝説のもと、クッキーとして残っていて、未だに作られているという部分で、まあね、あのヨーロッパ旅行とかに行って、ハーブのクッキーとか、ですね、まあ時々悪いハーブのですね、ダメな方のハーブの、クッキーなんかあったりするんですけども、それはまあ食べないでくださいと。じゃなくてローズマリーとか、まあ、それこそタイムとか、セージとかそういったものを使ってですね、まあ、ハーブクッキーがあります、まあ、そういったものを見つけたらぜひ買って食べてみてください。はい。まああの健康に若返ったりすると思います。はい。ということでですね、今回前半はこんな感じ。結論とポイントに戻りたいと思います。まあ、観賞ですね、用だったりとか、もちろん料理、薬用と、万能のハーブとをしています。まあ、料理はですね、まあ、次回ちょっとちらっと話そうかなと思うんですけども、やっぱりですね、西洋のソースだったりとか、まあ、マリネだったりとか、西洋料理のですね、ソースフォンとか作ったりするときに非常に重要になってくるのがローズマリーとしてますね。特にイタリア料理とか、まあ、地中海料理には欠かせないローズマリー、ハーブですね。はい。で、さまざまな効果効能の期待が高いということで、香草ハーブというよりも薬草なのかなと。こういう部分で伝説的にも薬草として使われていますし、先ほど中心で言ったですね、期待できる効果効能っていうのも非常に幅広く、そして非常に期待値が高いという部分で、もうむしろ薬草として、食事に取り入れるってことが、まあ、前向きに、より前向きなですね、食事に向かうんじゃないかなと思います。次にですね、まあ、意味や信仰が強いハーブというところで、先ほど言ったみたいにですね、いろんな伝説があります。今回喋りきれなかった伝説もあります。で、なのでですね、あとこういったですね、意味由来っていう部分ですね。はい。不思議な力があったりとか、実際に、今科学的に証明されてきている効果効能、期待できる効果効能があったりするという部分で、なんですね。バックグラウンドも非常に、しっかりとしたですね、ハーブという部分で、まあ、今回前半はですね、ローズマリー前半は終わりにしたいと思います。はい。ということでですね、次回の後半になります、ローズマリー後半になりますので、ぜひですね、続けてみていただけたらと思います。はい。ということでですね、ありがとうございました。アラポコシェンファ。はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。
よろしければいいね、高評価ですね、それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのパー。